こちらは、生命史絵巻という当研究館のシンボルとなる絵になっています。38億年前から現在に至るまでに地球に生まれてきた生き物全部が書いてあります。つまりこの絵巻っていうのは、生き物の歴史というのを表しているというふうにも考えていただけると思います。皆さんが立っているところが今46億年前地球という惑星が誕生したところというふうに考えていただきます。で、階段を一段、登っていただくごとに1億年現在に向かって時間が流れていくというふうに考えてもらいます。生命史研究館が生まれたのは20年前。身近な生き物から生命38億年の歴史を探り、その研究成果を的確に美しく表現することで、よく生きることにつなげていきます。活動の基本は、蝶、蜂、クモ、カエルなど小さな生き物を通して、生きているとはどういうことかを問う研究です。最新の研究成果をもとに、美しい表現によって生命史を考える展示ホールにはゆったりとした時間が流れています。訪れる方一人一人が、私も生き物であり自然の一部と感じられる場であってほしいと願っています。私たちの活動はたくさんの研究仲間に支えられてきました。DNA で研究するのはとっても面白いんですけれど、それが普段私が子どもを育てたりお花を見たりする時のそういう生き物に対する気持ちとなかなか重ならない。でそこをどうにかしたいと思ったんですね。そしたら当時ゲノムっていう考え方が出て、 DNA 総体、それを見るとそれは生き物がこう時間をずっと紡いでくるというようなこと、それからみんながつながってるっていうの、そういうことが DNA から分かってくるという気がしましたので、これを切り口にしてその、生命史バイオヒストリー、そういう新しい血を作ってたら私の悩みが解決するかなと思ったんですね。からもう一つは研究者のありようで、やっぱりこう閉じた中でただこう実験をしているというだけじゃなく、
できたら音楽のようにちょうどそのコンサートホールのように一流のことを開いたところでやれる、そこで表現できる、そういうこともしたいと思って、これが研究館リサーチホールというものになったんです。生命史研究館4階にあるオメガ食草園、たくさんの昆虫が訪れます。蝶の幼虫が食べる植物を育てるこの庭は、自然と研究をつなぐユニークな展示です。昆虫館はあっても食草園はないことに気づき、初めての試みをしました。研究員にとって食草園はもう一つの実験室です。まあ、去年から去年の冬越してきたもので、多分小鉢が入っている3つしかないです。で、蜜を吸いに食草園を訪れた蝶は食草に卵を産みます。昆虫たちのために草花の手入れは欠かせません。オサムシは歩く宝石と言われ、愛好家の多い昆虫です。最も多様性に富む昆虫で研究をしようと、最初に選んだのがオサムシでした。世界中の愛好家の協力を得ました。開かれた研究の場の実現です。DNA 分析をして系統樹を描いたところ、思いがけずその分布が日本列島の形成史を語ったのです。オサムシは飛べず地面を張っているからです。生き物は地球の上で暮らしていることを実感しました。自然そのものを見る研究の始まりです。年に描いた新生命史絵巻、生命の歴史と地球環境との関係を示しています。生命体は度重なる氷河期や大規模な火山活動による大量絶滅を経験しながらも絶えることなく続いてきました。多様な環境の下でしなやかに生きることがしたたかさに通じるのです。生命史研究館の心臓部、このフロアには4つの研究室があります。それぞれの研究室で活躍しているのは身近な生き物ばかりです。じっくりと生き物に向き合い、一つの細胞である生きた卵からイモリやクモの形がどのようにしてできるのか、多様な昆虫の起源は何か、さらに昆虫と植物が関わり合いながらどのように進化してきたのかを研究しています。そういうのと生命史でゲノムって言われた時のイメージが同じ。全てのメンバーが参加するセミナー、実験をするメンバーと表現を考えるメンバーとの活発な意見交換が重要です。単純に言うとね、ここでのデータじゃなくて、小さなグループですが様々な専門の人が語り合うところから独自の研究が生まれます。でそのデータは何のためにやってるのったら、生き物を知りたいからやってるわけじゃないですか。今年生命史の新しい表現として取り組んでいる生命史マンダラ、書いてもらってちょっと思ったんですが、やっぱり細胞の中にあるような状態で、これは画像をお渡ししますが、やってるんですけども、38億年なんか始まってずっとこういろいろな動物がこう生きてきて、現在になってます。
これあっての、はい、もうこれを書いていただけたから今のような議論ができたんで、はい、本当にありがとうございました、はい、おじさんに大まかなやつを作っていただいたのに、はい、それを、まあ、曼荼羅に見えるように配置したそうです、ね、っていうのが、まあ、これのあるなそうです、ね、だから最近実は、はい、あのキノコたちを植物と動物の間に、はい、書かなきゃいけないみたいになってきたんですけれども、はい、まあ20年前に書いた時のあれで、だから分類でね、一応動物狩りみたいに大雑把に書いてあります。38億年前に誕生した祖先細胞から多様化してきた生き物の歴史にはいくつかのエポックがありました。その一つに真核細胞が集まった多細胞生物の誕生があります。小田研究員は細胞同士を接着する分子カドヘリンに注目し、多細胞動物の多様化の仕組みを研究しています。祖先型カドヘリンの一部が毛質により動物ごとに多様化したことを突き止めました。また小乗梅に代表される節足動物と私たち人を含む脊椎動物の共通祖先を探ろうと大姫雲に注目し発生を見ています。雲の場合には球形 で、まあ、どこが何になるかっていうのは最初生まれたばっかりの時には分からなくて、それが発生が進むと同時にだん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 非対称が順々に出来上がっていくという過程を非常にたやすく見ることができて、まあ、そして、まあ、それが、まあ、すごくその細胞の動きと連動してそれが起こっていくので、まあ、そこに、まあ、すごく美しさを感じたというのが、まあ、出発点で、それは、まあ、同僚の、まあ、秋山とも、まあ、話したらこれすごいねっていうことを話して、まあ、そこから雲の研究が、まあ、スタートしていった、まあ、その研究始めてから大体4年か5年ぐらいの時ですかね。お母さんのお腹の中に、まあ、試験管の中で作ったある遺伝子に対する日本産 RNA をお腹に注射で導入すると、それが、まあ、作られる卵の中に取り込まれて、で卵の中でその遺伝子の働きを落とすことができる、まあ、それをお母さんは、まあ、卵を産むわけで、その生まれた卵の中である遺伝子の働きというか、まあ、発現を抑えて、その抑えた状態を見ることができると、顕微鏡下で見ることができると、どっかの段階で何かその対称性を破ってその非対称が誕生した、非対称というか、まあ、左右相称の動物が誕生した一場面が多分過去にあったはずなんですけれども、そういう一場面をその蜘蛛の卵の中にその想像させるものである。私の研究者としての、まあ、アイデンティティとしては、その多細胞体が生まれてからいかに細胞レベルの進化というか能力の変化があって、その多様な形をできるようになったかということに、まあ、強い興味を持ってます。母なる海を離れる大冒険、度重なる絶滅を経て新天地に適応すべく陸上動物は多様化、その中から私たち哺乳類も誕生します。橋本研究員は上陸の過程を感じさせる両生類の初期発生から脊椎動物の形作りを探っています。もともと私は形っていうものに興味があってこの研究をやりました。でどういうことかっていうと、例えばまん丸の卵が最後頭ができ尻尾ができ背中ができお腹ができ右ができ左ができ、それどんな仕組みなんだろうっていうことで、まあ、興味を持ってやりだしたわけです。で最初は世界的にも普通に実験に使われているアフリカツメガエルという生き物を使って研究をしてたんですが、あるふとした瞬間にあれ教科書と違うぞと、教科書っていうのはもともとカエルとかイモリを含む両生類は尻尾が最初にできてそこから頭へ作っていくっ
ていう形なんですが、どうも頭が最初にできてその後尻尾を作っているようにしか見えなくなってきたんです。でアフリカツメガエルではそれが本当だということを見つけました。それでその次は教科書自体が間違ってて両生類全般にこのツメガエルと同じなのかというのを調べたいと思いまして、それで、こちら研究室ではアフリカツメガエルのほかに赤原イモリ、日本産のイモリを使って、それで今年は特に広島大学の両生類研究施設に行って、あの何十種類もいるカエル、イモリ、サンショウウオの卵を使わせていただいて研究を進めました。でその結果としてどうも全部があの私たちが見出したツメガエルのような形態、要するに教科書とは全く逆の形態の形態形成をしているんだろうということが結論付けられたわけです。例えば大花咲ガエル、あるいはハワイにいるコキっていうようなカエルは実はゼブラフィッシュのようにそう少なくとも表面上は見えるような発生をしています。魚類はこうだって端的に語るのではなく、その中にも多様性があって、その多様な中に交わってでグループを作っていく、その中に多分脊椎動物の中に共通する普遍性みたいなもの、あるいは両生類固有の普遍性みたいなもの、そういうものがそれぞれあって、それが進化となったんだろうと思います。新しいモデルがもしかしたらその脊椎動物の頭形成というところに何か貢献してくれるのかなっていうような期待は、持ってます。カンブリア大爆発で多様化した生き物はやがて新天地を陸上に求めます。まず植物、次に昆虫、そして脊椎動物です。33億年も暮らした水を離れる大冒険でした。光合成を武器に陸上で多様化した植物、昆虫は小さな体を生かし様々な環境に入り込んで多様化を遂げました。植物と昆虫の多様化の道のりは見事に重なります。昆虫の祖先は海の中にいました。約4億年の前に上陸しまして、小さい体を持ちながら生息していました。だいたいこの辺りで羽を獲得しまして、空中に進出することができました。でさらに四肢植物と共生関係を持ちながら大きく多様化していきました。陸上に進出した昆虫は最初は羽もなく、長い間湿った土壌を離れることができずにいたようです。実際にこの辺にいるんですか、釜石は。あ、いますよ。湿った土壌に暮らす昆虫類は昆虫の起源を想像させます。町田教授は昆虫が乾燥に耐えるには卵の中の肺を包む肺膜の発達が欠かせなかったといいます。DNA 解析を通して陸上に進出した昆虫の進化の道のりを調べている総研究員は、この日共同研究者の町田教授を訪ね、お互いの最新データを突き合わせて話し合いました。その後に何かもう一個論文が最近2010年のあれの EST のデータで、あれが支持するっていう論文が出して、それを見るとどうなんだろうなってちょっと迷ってて、クブ化とかっていう。とりあえずやってみたんですけど、2つだけ入れてもやっぱ組まないっていうのが、面白い、いいじゃん、こうじゃないかと思ったの。肺発生と DNA、 2つの視点が重なり昆虫進化を根元から明らかにしていきます。生物多様性の宝庫といわれる熱帯雨林、その森を支える鍵の一つがイチジク属植物です。
イチジク属植物は世界におよそ750種あり、熱帯、亜熱帯に分布しています。あっちの方の、はいはい。日本には例えばイルビワという一軸の種があるんですけれども、そこにイルビワ小鉢という小鉢が、と、まあ、共生関係を結んでいるわけです。で、まあ、どういうふうに結んでいるかといいます と、両者が、まあ、繁殖を非常に強く依存し合っていて、でその小鉢が、まあ、一軸の植物に対して花粉を運んであげると。でその代わりに、まあ、植物は小鉢に対して幼虫に餌を与えると。あとはもう一つの特徴は、イチジク植物の特徴はそのお花の形なんですね。閉じている花楼という形なんです。器官があるんですけれども、その中にお花が咲いているんですね。だから花粉がどこにも飛んでいけないし、でそうすると、まあ、そのじゃあどうやってその花粉を運ぶかといいますと、まあ、その小鉢なんですね。で小鉢がその花楼の中に入ってきて、その次世代の小鉢がその花粉を持って次の、お花に運んでいくと、まあ、そういうような共生関係です。でそうするとその共生関係は、まあ、どうやって、まあ、構築してきて、どうやって維持していて、でその関係を維持しながらどうやって多様化して集分化していくか、まあ、そういうようなことを、まあ、知りたいと、明らかにしたいと。まあ、DNA の解析も必要だし、まあ、形態も見ないといけないし、生態の観察もしないといけないし、まあ、いろんな側面から、まあ、こういうことを解明していきたいというふうに考えています。小鉢はそうするとたくさんの種類の中で、森の中で自分の種を、自分の植物、自分の種を認識するために、じゃあ何を持って認識しているかっていうのが一つの問題があります。でそれは、まあ、おそらく匂いっていうふうに考えています。あとは、まあ、もうちょっとゲノム全体の全体を見て、そのゲノムの中でどういうところが変化が起きて、どういうところが違いが、イベントが起きて、で種が分化すると、でどういう遺伝子が変わることによって、多分その小鉢が認識機構が変わると、まあ、そういうプロセスの解明に、まあ、ちょっと集中して研究を進めていきたいというふうに考えています。イチジクとイチジク小鉢が同調して新たな種を生み出していることが明らかになりました。メスですね。アゲハチョウの産卵行動から昆虫と植物の共進化を探る研究です。ナミアゲハの幼虫はみかんの葉を食べて育ちます。母蝶は多くの植物からみかんの葉を見分け、そこに卵を産みつけます。どのようにして食草を見分け産卵するのでしょうか。メスの蝶は産卵するときに飛び回って、前足で植物の表面を叩くという行動を取ります。で前足で叩くことによって、植物の味見をしています。でアゲハチョウの場合はみかんに含まれている10種類の化合物を認識して、産卵行動が誘発されるということが知られています。で私たちの研究でその味を感じる際に働いている味覚の受容体遺伝子を発見しました。その味覚の受容体遺伝子というのは、産卵刺激物質のうちの一つであるシネフリンを特異的に認識する受容体だったということが解明されました。蝶の足の先端部分は付節と呼ばれる組織があるんですけれども、この6本ある足のうちの前足2本にメスの場合はこのトゲトゲの間に黄色い毛がたくさん生えているということが知られています。
味がしたっていう情報を脳に伝えるために神経の中を電気が走ってるんですよ。でその神経の中を走っている微弱な電気を観測しているのが電気生理実験です。であのスパイクみたいにバーって見えるのがあの神経から送られている電気の刺激です。アゲハチョウの仲間は、食べる植物を変更するということをきっかけにして種分化、進化というものが起きたと考えられています。この、産卵刺激物質とか、幼虫が食べることができる植物というものを認識する仕組みをより詳しく調べていくことによって、その進化という現象が起きたときに、生き物の体の中で、昆虫たちの体の中でどんな変化が起きていたのかということを知る手がかりになると考えています。小さな生き物を見つめ、生きているとはどういうことかを考える研究とその表現の工夫は、人間も生き物であるという実感を社会の基本にしたいという願いを込めた活動です。それで20歳になったんです。おかげさまで、人間は生き物である、で人間は自然の一部である、これはもうここのベースです。そこで私はもう一回人間生き物で人間自然の一部っていうところをよく考えてね、でまあ青臭く言えば人間って何だろう、生きてるってどういうことだろうって、自然って何なんだろうってことをもうちょっと考えてから、お答えを出したいと思ったんです。生命史研究館の提案っていう、今までのような大学とかそういうのじゃなくて生命史研究館っていうのを作らないといけないっていう提案をしました。こちらの参加証になりますので、どこか2人見える位置に行きます、はい、生命史研究館は科学のコンサートホール、聖歌をいかに演奏するかが大事です。かわいいし。はじろいちゃってる。いけ。ちょっと見方を変えてやるだけで物事のその本質が見えてくるような、そういう現象が実はたくさん潜んでるかもしれないですね。この目であったりっていう頭の感覚器の凹凸が見えてきて、これぐらいの時期になると泳ぎ出します。30分ぐらいですかね、時間がかかっています。壊れたらどうするんちゅうの形だ。脊椎動物というカテゴリーで何か外部の研究者を迎え、生命史研究のこれからを議論します。一般の来館者も交えて考える新しい試みです。これ雌雄同体でして、最終的にこの卵黄膜を突き破って、遊泳するんですが、目の網膜の部分というのは青い色をしてますけども、レンズの部分というのは黄色い色をしていて、ここにあるやつが、同じであればただ伸びてるだけっていう。マウスだと大体直径が 0.1 ミリ弱です。そうだって卵はさ、大体さ、そもそもシートじゃなくて丸なんだから、丸なんだから人に近い細胞から分裂して作られている。いや、それはそれでもないです。それじゃないです。表現を通して生き物を考える活動は他に類のないユニークなものです。重要な役割を果たしている機関生命史、知識を伝えるのではなく自然を知る新たな知を作り上げるために、さまざまな分野の専門家の知恵をつなぎ合わせます。
生命史研究館は常に次の時代を考えています。喜多方市は中村館長の提案で小学校に全国で初めて農業科を設けました。みんなが汗を流した分、必ずトウモロコシが応えてくれると思います。ね、こんにちは。こんにちは。すごくいい匂いがするな。あ、割と簡単に取れるんですね。おいしいね。あ、これ全部食べちゃった。すごい。これは甘い甘い。ここまで食わなくてもいいだ。今日ね、小林さんたちと一緒に畑へ行きましたね。とみんなが農業家をやるようになって、自分たちでトウモロコシ育てるようになると、トウモロコシは単に売ってると食べ物に過ぎないけど、自分たちで育ててるとトウモロコシも生き物だと思いませんか。ここには植物も書いてあるし、バクテリアも書いてあるでしょ、ね、動くものだけじゃなくてみんな生き物です。この生き物はつながりの中にっていう言葉の中に私が込めてるのは、自分だけじゃない、みんなつながってるんだ、世界中つながってるんだ、ずっと昔とも未来ともつながってるんだ、そういうふうに考えてくれる人になってほしいなと思って書いたのがこの文章です。いただきます。まだかな。あ、まだ食べちゃった。生き物研究を基本に日常を考える生命史は、新たな総合値を求めて数学、宇宙物理学、そして人文科学も芸術もあらゆる分野の素晴らしい方々と語り合っています。グレートジャーニーを成し遂げた探検家、関野義晴さん、20年ぶりです。僕は旅するときに、その移動する、南米からアラスカ、シベリア、アフリカって移動するっていうことと、もう一つ大事にしてるのは寄り道だと言ったんですけども、僕はその時にこう織物を織ってる気持ちで旅をしたんですね。要するに移動するって、線を結ぶってことをやってるけども、5万3000キロになったんですけども、それが縦糸なわけです。織物を作るには縦糸が必要で、で横糸が寄り道なんですね。で自分にとって一番大切な何かっつったら、実は物の見方とか考え方とか、あるいは世界観とか宇宙観とか、そういうものなんですね。それは要するにこう急にはこう変えられない、要するにいろんな体験をしたり、物を見たり聞いたり、あの考えたりして変わってくるものですよね。ただ目的地行くんだったらばさっと行った方がいいので、寄り道っていうのはそういう意味では余計なことだけど、ここで時間をかけてることが意味があるっていうのが関根さんでやってらっしゃることでしょ。でね、生き物って それなんですよ。で生き物って時間、まさに今織物っておっしゃったけど、私は生き物って時間をこう紡いでる、時間を織っている存在だと思うんですね。20周年を迎え、生命史曼荼羅を描きました。細胞、組織、器官、個体という階層を貫いて、常に不変でありながら多様な個を生み出すゲノムの働きの表現です。
次の20年へ向けて新しい地を探る入り口です。これが七節でしょ。生まれたての赤ちゃんまで喧嘩してる。なんか数百匹いると思う。めっちゃ喧嘩してる。誕生日6年前。